今開けます。ああ、先輩、ちょうどよかったです。来たばっかりで申し訳ないんですけど、ちょっとお使い頼まれてくれませんか？いやー、なんか私、急にお汁粉とか飲みたくなっちゃいまして、買ってきてほしいなーって。じゃあ、私、お味噌汁。おでん。私はトムヤムくんで。あ？逆に喉が渇きそう？いいから、いいから、お願いしますね。はぁ、なんとかごまかせました。ナイスよ、みひろ。これでしばらく時間が稼げた。さあ、今のうちに準備準備。わがはい。よいしょ。できた。なんとか間に合ったね。おいしそう、みひろのパパさんのお料理。先輩の大好物ばかり用意してもらいましたよ。とあちゃん、ムービーの編集は完璧。サプライズで誕生日のお祝いなんて、こうきくんびっくりするかな。先輩にはいつもお世話になってますからね。みんなちょっとお兄ちゃんに頼りすぎだと思う。最近は生徒会室にいない時の方が多いくらいだもんね。あ、来た。よし、全員配置につけ。ラジャー、どうぞ入って。くん、なるみくん、お兄ちゃん、先輩、誕生日おめでとう。って、トムヤムくんどこで買ったんですか。さすがね。おでん美味しい。料理食べようよ。